今回は味方にグレネードを投げつける裏技が強すぎるということについてやっていきたいと思います。このゲームね、みんな常識に縛られすぎて5対5だと思ってるでしょ。一瞬だけ4対6になるんですよ。あ、これ敵チームの話ね。みんななんかこれちょっと補足入れないとなんか俺が反逆しようとしてるみたいになってるから、ちょっと一応言っとくけど、俺別に味方にイングレ投げるとかそんなことしないからね。もうネタ切れで味方殺そうとしてるみたいな。違うからな、反逆しようとはしてない。これね、裏技あるんですよ。マグネットを相手がグレネードとかその罠とか投げる地点にマグネットを置くことによって一瞬だけ4対6にできるんですよ。この数字が良くない？なんか、まあ、数字のなんか使い方がマスゴミと一緒だな、これ。なんか、なんて言ったらいいの？6対4ですね。そう。相手がグレネードを投げた瞬間と、罠投げたっていう瞬間だけ、敵陣地にグレネード飛んでくるんですよ。このマグネットを相手の握る地点に、投げ出す地点に置いとくと、一瞬だけ6対4になるんですよ。でもさ、この動画見ながらちょっと思ってない？あれ、メルトンさんが想像した裏技、僕もやったことある。僕もこのゲームうまく持ってきちゃったかなとかさ、メルトンさん意外と浅くね。ちょっと気持ち悪い笑み浮かべながら言ってるだろう。言ってるだろう、めちゃくちゃ偏見だけどね。あ、情けない声出ちゃった。危ない、本当音聞こえない。そうなっちゃったでしょ。いや、これ違う、これね、皆さんと格の差出てますよ。これただね、ワマイのこのマグネットの裏技やってないんですよ。これ頭使ってます。はい、いきなり来ないでください。そう、これ頭使ってます。これね、なんでかっていうとね、なんだっけな、まずグリッドロックとノーマットの動画を投稿してピック率は上げます。なんか思い当たる節あるでしょ。あ、メルトン動画出した。はい、まずびっくり率を上げます。そしてその裏技を破壊するための動画をワマイ出します。これね、頭いいんですよ。成功しやすい動画が、はい、後ろ分かってる。で、穴開けたからね、もうの味方カバーしてね、お願いだよ。気づけ、こんなに戦ってんだから気づけ、気づけ、味方気づけ、穴開けたんだよ、わざわざ。気づけ気づけ、あー気づいた。あー気づいた。すごいよ、君偉いよ、可愛いよ。僕のこと好きなのかな、そんなカバーしちゃうってことは。特別な恋愛感じあんのかな。いや俺ね、やっぱ賢いよ。誰も褒めてくれないから、自分で褒めるしかなくてごめんなさい。俺やっぱ賢いよ、ベルト、お前賢いよ。いや俺賢いよ本当に。まあね、なんでかって言ったらね、これ実はね、投げた地点にグリッドロックとノーマットが、マグネットが置いてあったら、グリッドロックとノーマットも引っかかるのよ。このマグネット吸収してくれるの。そうすると、相手チームにノーマット炸裂して、相手吹き飛ぶし、グリッドロックだったら、関係ないとこに針吹っ飛んでくる。みたいな感じなんだよ。ここだったら、こういうところ、エースとか吸ったりするんですよ。だね、これね、まずグリッドロックとノーマットを流行らせてから、この裏技をやる。天才なんだよ。みんなちょっと思ってるだろ。いや、おみーがやったからってびっくりそんな増えねえよ。いや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 、今の状況見ろ。 CG 実況者絶滅してるだろ。おい、めちゃくちゃ現実。おー、 CG 実況者絶滅してるだろ。今はもうほとんどコンスタントに上げてるやついない。うーん、こういう攻略動画自体上げてるやつほんと少ない。ってなったらよ、ピック率を操作できる。汚ねえ考えにね、たどり着いてしまいましたね。汚い、うん、このことにたどり着いた結果、お前らを殺す。ピック率を操作して、お前らを殺すってなった。マグネット、はい、フェイント。なんてこういう時に限ってハードブリーチャーなんだ。お前らいつもここエースだろ。もうなんでよ、思考でも盗聴されてんのこれ。まあでもこれダブルキルしたからね、もう負けることはない。これね、武器庫側でね、割られなくて、2人殺した時点で勝ち。ちょっと分かんなくなってきたね。うん、ちょっと分かんなくなってきたね。なんで俺今こっち側反対側行くかっていうと、1階から上がってくるやつを見に行く。
でバルキリーは武器こそとしか見なくていいっていう状況だから、まあ死ぬ死なないじゃん野良は。だから野良には簡単な役目を任せて。大丈夫だよ、怒ってないよ任せてね。俺やっぱり許せねえ。いやでもね、俺ね、なんとなくよ、本当にこれ結構冗談抜きでグリッドロックとノーマットをちらほら見るようになったなんか感じるんだよ。なんか極端に別に増えてないんだけど、なんか見るようになったって。グリッドロックなんてマジでいなかったからね、本当に全然見なかったけど、なんかちらほら見るようになってんだよ。やっぱでもね、俺やっぱね、 CG 実況者絶滅してんのね。俺ね結構前向きに捉えてっから結構俺結構前向きに捉えてっから、びっくりと操作してお前らのキルレンを俺が吸ってやると思ってるけど、いやじゃあ俺ね動画の企画やりやすいよ自分のことしか考えてない、もう自分のことしか考えてないよ。俺めっちゃびっくりと操作できる、汚い大人の考え方になっちまいましたね。いやだけどあれだからな、グリッドロックってポテンシャルあったし、スクリームっていうやつではね結構出てたからな。だからランクで使われてないのね、むしろ不思議だったからな。だからねこれでね、グリッドロック流行ることによって、ワマイを使って俺がね引っ掛けまくってカラスっていうやつやってんだけど、なかなか来ない。てか前で当たって破壊するからだな。見えてねなんかいね、これマップの欠陥だろこれ、クソマップすぎ今の。なんかね、ちょっと待って、これ仕掛けてこよう、どっか。ああなんか閉めちゃったか。ちょそれバリケー閉められると、俺が途中でマグネットスイッチできるようになっちゃうんだよな。おいなんだよ、殺すなよ。おいちょっと、俺がグリッドロックとノーマット多いんですよって言ったら急にいなくなるのやめろ。あ、いたな。ちょっと待って、俺がカラス、このキルぐらいは俺がカラス。そんなくねくねしないピーク死にますよ。人の殺し方ってこうやったんだよこうやったんだよ、こうやってねくねくねして殺すの、くねくねしてね。そう、一つずつ、いないいないいるって言うんだよ。でマグネットのね奥いちゃんマジでパクった方がいい。ちょっとねこれもね、マグネットの位置ね、これ覚えといて。これね、まあ王道っちゃ王道だけど、だいぶ強いマグネットの位置。このなんかエアコンのやつあんじゃんエアコンのやつと、このなんか電球のとこにビトビトってつけて適当になんか戦ってたら、もう大体吸えるっすね。あ、味方ね、そこ開けるタイプのやつね。もう大体吸えるんすよ、これ強いからな。てかね、思ったんだけど、俺自分の裏技をの対になる動画を一生出してたら無限に動画出せるんじゃねえか思っちゃいましたね。あれ、じゃあ次はワバイのアンチが出るなるよ俺。いやなんかね、永久期間完成しましたこれ。いやていうかね、これは困らないかもしれない今後おピック率意外と操作できる、そうなんか 5% ぐらい、 5% ぐらいはみたいなとこあるんだったら、いやこれはね永久期間できます、永久期間。これねワマイ強いからね、でもこれマジで強いから、本気で強い。お、一瞬ね味方ぶち殺そうか考えました味方を落とし戸に突き落として、おとりにして敵を倒すことについてやっていきたいと思います。もうこれ低評価でしたね危なかったですね。俺もゆっくり味方ぶっ殺してね、動画作ってやろうかってね。ちょっと血迷うこともね結構ある、本当にリアルに血迷うことがねたまにあるんだけどね、一瞬で冷静になるね。あ、ダメダメ、もう俺終わっちゃう、俺、動画投稿人生終わるなりってなるから、俺はもうちょっと血迷いが一瞬血迷うこともたまにあるけどね、治るからなたまに床開けたりな、味方のミラー破壊したりな、たまにまあ1年前2年前ぐらい血迷ったこともあったけど、今は大丈夫だ、もう血迷ったりしない、大丈夫だぞ。懐かしいね、もうね懐かしいね、怖かったね、ほんと同一人物かなと思っちゃった。もう味方殺すのは大ボーチだけでいいからな。あ、いますね、グリッドロックじゃねこれ今の。ほらグリッドロックだ、ほらいたグリッドロック、すごいだろ。グリッドロックいるんですよ、ちゃんとピックされるんですよね、面白くないですか。ちゃんといるんですよ、だって普段見なくない動画で、あ、グリッドロックいるなんてなかったのに、ね、急に出てくるからね、ほんと好きだわこのゲーム、最高だぜ。あ、いるな、あ、ノーマットだ、すげえ
すげえ、ほらノーマット、お、やばくないこれ、こういうことなんですよ、すごくないですか、感動しちゃってさ、俺最近 CG 好きだぜってなってる。すげえすげえよ、はい、びっくりだよ、たまたまやるんだノーマット、もうマジ嬉しい。あと10秒、え、大丈夫だね、勝てるね、はい、ということでね、あのノーマットとグリッドロックのアンチはワバイでできるということで、前回と前々回の動画は無駄です。人生の20分損しましたね。メルトンでした。バイバイ。